はい、どうも、コミです。さて、本日もスペックさんから、いきたいというふうに思います。これが最後ですね。3回にわたってお届けしてまいりましたが、今日見ていくのはですね、クイヒードラゴンですね。クイヒードラゴンライダーも混ざるんですが、これがね、今ね、めちゃくちゃ強いというふうに、巷で噂になってます。マジですごいんですね。クイヒーをこれまで、ディガホグだったり、あとはクイヒーラバルとかですね、こういう戦術、まあ、特にクイヒー ラバルかな、に使ってきていた方っていうのは、このクイヒー ドラゴンライダーがめちゃくちゃ上位互換的な仕事をしてくれるので、本当にですね、試してみてもらいたい、そんな戦術になっております。で、私のチャンネルなんですけども、クラン対戦のですね、解説の、動画中心にやっております。今回タウンホール14を紹介しますが、12から14までこう幅広くですね、扱ってやっておりますので、ぜひご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では行きましょうか。今日まず1本目見てほしいのはユタさんですね。ユタさんがやっているこの、間違えた。まずはこれ、ユタさんの、クイヒードラゴンドラゴンライダー見てほしいまずこれですね。で、編成的にはクイヒードラゴンライダーか、ごめんなさい、失礼しました。クイヒードラゴンライダーですね。編成的にはドラゴンライダー5体のクイヒーのヒーラー5枚という感じですね。で、ドラゴンライダー5体でいいのっていう感じなんですけども、まあ、それは結果見てもらえばよくわかりますね。十分すぎるぐらい強いです。突撃艦イエティでしっかり援軍を釣りながら、相手の投石機を1個潰します。これが美味しいんですね、まず。クイヒーパートをするときに、気をつけないといけないところっていうのは、ちゃんと相手のタウンホールが処理できますかってところなんですね。タウンホールを処理するのは、このクイヒードラゴンドラゴンライダー編成、系のアタックをする場合には、クイヒーパートで処理をする、または突撃艦で処理をする、どっちかになってくるんですけども、今回やっぱユタさんがやってるのは、突撃艦イエティのアドバンテージが大きいんですね。投石機が壊せること、プラス援軍が全部釣れるんで、この援軍を、クイヒーで、その低火力ゾーンですね、タウンホールに当たる前に処理ができてしまうということで、先に処理ができる、プラス、投石機が潰せる、この、突撃艦イエティというところを序盤選択してますね。で、タウンホールと当たる際にも、もう、援軍いないので、しっかりとレイジをかけたクイヒーで落ち着いて処理していく。残った呪文は、ジャンプ1枚、レイジ2枚、フリーズ2枚のインビジ1枚というところになるんですが、このままアーチャークイーンはですね、こっち側を進んでいきます。この部分ですね、こんな風にいきますね。で、キングを使って、外周攻キングを歩かせていきます。で、こうすることにより、アーチャークイーンを壁の外側っていうところにターゲットを取らない。プラス、キングが今ね、アーチャーのターゲットを取ってますけども、こんな風にダメージを分散する効果もありますね。サイドカットプラスダメージ分散の効果をキングで賄っているという感じですね。キングはゴリ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 外周を歩いていきます。で、ドラゴンライダーたちっていうのが序盤のね、この部分、非常にこう狭いゾーンから出発ができてますね。これは突撃艦イエティで威嚇が潰せていることっていう効果が出てますね。で、ドラゴンライダーの後ろに、ストライカープラスロイヤルチャンピオンを当てていくことによって、相手の、ヒーローを処理していきます。相手のキングとロイちゃん、これ処理してしましたね、こんな感じで。で、これがやっぱね、天敵なんですね。ドラゴンライダーって、相手のヒーローにすごく弱いんです。防衛は下げるけども、バルーンと同じで、ロイちゃんだったり、アチャクイには全く反応しないので、そこをちゃんとストライカーで処理していくっていうところは、クイヒーラバルにすごく似ている発想ですよね。で、こんな形で、アーチャークイーンはそのままクイヒーの状態維持したままずっとね、一気に上方面、二次方面に駆け抜けていきながら、相手のアーチャークイーンも処理していくという感じですね。フリーズ残して、もうロイヤルチャンピオン、ホーミングシュートも残して、もう楽勝という感じですね。圧倒的。でも、ギタさんのアタックで結構、そのクイヒーにレイジとかをゴリゴリ使って、もうクロスボウ何発も打たれてるところを生き延びちゃうっていうこともされるんですけども、今回のアタックはすごい、その、なんかシンプルというか、難しさを感じさせない、そのプランニングのシーンで相当いいプランニングをして攻めているなっていうのが感じられるようなアタックだった気がします。なんで、これは僕は、結構いろんな方の参考になるかなと思ってね、一番最初に、上げさせてもらいました。で、もう一本見ていきたいのは、カオパク兄さんですね。兄さんのね、このクイヒーのルートっていうのも、またこれがすごくって、
今回ちょっとね違うタウンホール処理をしていきます。突撃艦で処理していくわけなんですけども、クイヒーがねまずすごくうまい。ちょっと中心部分に入っていくのかと思いきや外周舐めるんですよ。まあ、どんな風に回すかと、対空砲がありますのでヒーラーをちゃんと我慢してから出しますね。対空砲を壊してからヒーラーを当てていく。この辺丁寧ですね。ユニコーンがいるんでテスラが出てきても大丈夫っていうところで安定した序盤の入り。ベビードラでカットをしていきながらアーチャークイーンを壁の中に入れてイーグル砲を狙っていきます。ちゃんと壁の中に入るアーチャークイーンと直角にこうヒーラーがつくようにね、こっちから出てますね。こういう付き方をするのはねあんまり良くないです。で、直角に入ることによってアーチャークイーンがあらゆる防衛の盾になるので、万が一、ヒーラーが相手の防衛から撃たれるってこともありえませんね。こういうアチャトーとかもちゃんとアーチャークイーンを取り取ってくれてるんでヒーラー向きで、レイジプラスのストライカーでキングを処理していきながらこっち方面にクイーンを歩かしていくんですけども、そうするとイーグル砲プラス相手のキング投石機マルチ、クイーン対空砲と当たるわけなんですが、これねクロスボウとそんな当たんないんですよね。ここクロスボウがそれぞれ1機ずつ、まあどうしてもこうタゲを取ってきちゃいますけども、まあ、1機ぐらいなら全然あのレイジークイヒー耐えきれちゃうんですね。相手のクイーンと当たるところでもさらにレイジを追加していきながらこれ突破していきます。クローク発動しましたが、これはやべえなと思って多分発動したんでしょうね。別に発動しなくても突破できるぐらい綺麗に、レイジが決まってました。突撃艦とドラゴンたちっていうのを、一気にトームに巻き込んでいって突撃艦をタウンホールに届けます。でこれがね強いんですけども、レイジ一発、まあ、フリーズ今回使ったか、エアスイがあるんでフリーズ使ったんだと思いますけども、レイジ一発でもエアスイがなければタウンホールが落ときちゃうんですね。突撃艦の落下ダメージプラスバルーンドラゴンでこれがめちゃ強いで、キングを今回は下方面から当てていくことによって、上方面をクイーンでカット、その中間部分のこの領域ですねにドラゴンとドラゴンライダーが、ドラゴンか。ライダーいないか。最近よく間違えますね。ドラゴンたちっていうのが、突入していくことができた。ね。で、ロイヤルチャンピオンは、9時方面から12時に向かって歩かせていきます。結構ね、よくやるパターンなんですけども、キングで、ドラゴンたちのね、このルートっていうのをこうカットっていった場合に、どうしても、6時から出したらもうね9時ぐらいになると気が疲れちゃうんですね。体力がなくなっちゃうんで、そこでロイちゃんとバトンタッチするっていうケースはよく、見かけます。で今回のカオパク兄さんのアタックもそうでしたね。キングが、倒れたところでロイちゃんとスイッチする形でロイちゃんを当てていって、でドラゴンたちのルートっていうのをこうねしっかりと、外周それないように誘導していくというところがお見事でしたね。いやうまい。アーチャークイーンもしっかり生き残ってますからね、こんな風に。いやーすごいですね。あえて低火力なんだけども主力な防衛があるところ、このなんていうのかな、低火力っていうのは言い過ぎか、要するにその、相手のクラン城の防衛援軍とかタウンホールに当たらないところっていうのも食い火を流していくパターンがこのカオパクニで、1本目のユタさんみたいに、援軍と、タウンホールを食い火で潰していくっていうのが、まあ、ユタさんの使ったパターンですね。どっちもいけると思うんですけども、やっぱり中途半端に当たっちゃ良くないですね。援軍にも当たるし、タウンホールは行かないしみたいな。で、タウンホール行かないっていうのは、要するにいろんな防衛を、クイヒーに壊させようとするんだけども、援軍に当たっちゃうみたいな、ね、感じのパターンっていうのは、やることが忙しくなるんで良くないのかもしれないね。まあ、できるじゃできるんでしょうけど、上手い人は。その分テクニックが要求されちゃうのかなっていうふうに、思いました。で、もう一本ですね、トモさんのアタックも見ていきたいなというふうに思います。これですね、クイヒードラゴン。やっぱりクイヒードラゴンも強いですね。ドラゴンライダーを入れるパターンっていうのは、相手のクイーンとかロイちゃんの処理っていうのが、まあ、あと防衛具もそうかな。だいぶしっかり必要になってくるんですけども、ドラゴンにすることによって、まあ、この辺っていうのをドラゴンがね、全部まとめて面倒見てくれるので、まあ、そこのメリット大きいですよね。クイヒーパートで相手の、クイーンなりロイちゃん、あと防衛援軍が釣れないっていうパターンに、なる場合には、ドラゴンライダーは使いにくいですね。ドラゴンにした方が安定感は出るかな。今回のこの、どうだろう、トモさんは相手のクイーンもね、イエティで倒したし、援軍も釣れてるんで、これ多分ドラゴンライダーでも全然良かったかもしれないですけどね。むしろドラゴンライダーの方が良かったかもしれない。わかんないですけどね。うん、それは。わかんないっていうのは、
ご本人 の、 そのドラゴンを選択した理由っていうのがあると思うんで、そこを聞くまで断言はできないと思うんですけども、自分だったらこのパターンに持っていけるならドラゴンライダー使ったかなという気はしますかね。テスラモリが効いてましたね。これ相手のラバハウンドと当たるところでテスラモリ来ちゃったんで、ちょっとこれはレイジを使わされちゃいましたが、クイーンを中心部分にこう流し込んでいくパターンを作りながら、キングは外周カット、このクロスボウのターゲットをずっとこうキングが取ってくれてもいいですね。こうすることによってアーチャークイーンはここレイジを使わずに突破していくことができています。で、アーチャークイーンたちの方は少し目を離して、7時方面からドラゴンパートですね。ここイエティでカットができているので、ドラゴンたちの面というのがこういう風に作れていますが、当然外周方面にドラゴンがこう流れていってしまうリスクというのはあるので、そこのケアをどうするかというのは注目で、中心部分にいたドラゴンたちはフリーズを当てていきながらマルチインフェルノをしっかり、シングルインフェルノかをしっかり処理してもらうというかね。これもいいですね。いい感じに決まってますね。外周流れたドラゴンが3体やっぱりいますけども、こいつらに外周任せながら中心部分にはロイヤルチャンピオンドラゴン数体っていう感じですね。ここがやっぱね、ドラゴンライダーだとこの辺全部ね、ドラゴンたちが、ストレージを捕まってる間に、ダメージを受けるっていうことがないので、さっき言った今ドラゴンライダーを使ってもよかったかなと思ってる理由はそこですね。この辺でもうロイちゃんが倒れてるってことは、ストライカーをフォームかけて合わせることによってロイちゃん倒すことができるということだと思うので、まあ、ただババキンがねいるからね、このババキンがいるとストライカートームで、ババキンがストライカーのタゲ取ってくれてるうちにロイちゃんがを倒しきれないっていうケースがワンチャン生じるんでね、難しい。まあそういうところをトモさん見たから、もしかしたらこれね、この位置関係を見てドラゴンを念のためね保険で選択したのかなという気はしますね。ロイちゃんを待てるんだったら大丈夫な気もするけど、レイジーとかもあるし、あそこはここはさっき言ったね、本人でしかわからないところもあると思うし、まあ基本の空論なところもあるんで、まあ、僕だったらワンチャンここはやっぱりロイちゃんまでのストライカーにしたと思いますけども、まあ、結果的には綺麗な展開だったのであれですね、別に何だ、修正ポイントとして言っているわけではないというだけでご理解ください。いや、うまかったですね。でもね、序盤のやっぱり、トモさんのさっきの何度も言うけども、ここね、宝石プラスアーチャークイーンと対空砲を巻き込むイエティで、さらに援軍を連れちゃうというのはでかいですね。ここにやっぱり着目した点が、ここは一番トモさんすごいな、よくこのゾーン見つけたなっていう感じ。でもそこを全部壊しきったっていうのがまたすごい、やっぱうまいですね。本当に今回集まった人みんなうまい、本当にやばいですよ。で、次ラストユタさんのタクですね。もう一本見ていきましょう。やっぱユタさんのクイヒーといえば、タウンホールをクイーンで落とすクイヒーをされる印象がすごく強いですね。今回時間切れになっちゃったんですけども、随所に見られるテクニックがねやっぱ勉強になりますね。これさ、これ本当わかんねえんだけど、クイヒーをここに出してちゃんとタウンホール方面に向かうってなんで読めんのかなっていう感じですよね。エビドラでここをカットしていくことによって、アーチャークイーンがアチャトをタゲった後に U ターンしてタウンホール方面に行く。いやー、これなんで読めるんだろう、すごいよね。で、ワンチャン逆走するリスクもおそらくあったから、壁開け待ったんでしょうね。クイーンがこっち行っちゃった場合には、おそらくこの壁開けてイーグルを壊しただと思いますけど、まあでもあそこ分かっていて、多分逆こっちのタウンホール方面に誘導してるんだろうから、さすがだなっていう感じですね。で、うまいのはキングでしっかり外周カットしてるように見えて、ここも実はカットされてるんですね、ここね。で、そのままスーパーウォールブレイカーを使わずに、ヤクの壁開けで投石角に入れていくっていう感じですね。で、アーチャークイーンはしっかりと中央部分レイジを耐えて、ポイズン効果プラス、この、クロスボウからのダメージっていうのを耐えていきます。相手のアーチャークイーンと宝石機をバーバリアンキングがフィストで殴り壊していく。で、そのままアーチャークイーンはポイズン効果が切れて元気100倍という感じでですね、タウンホール周辺の防衛を投げ倒していきます。で、キングがこれもう1本対空砲を折ってくれるのかな。これいい仕事ですね。ナイスキング。で、アーチャークイーンここでですね、
壁に捕まっちゃうんですね。おそらくこの壁に捕まった部分っていうのが若干ちょっと予想外だったんじゃないかなと思います。あのボマーを当てることによってこの辺の大工とかをボマーがねこう殴ることによって壁が開くことをワンチャン想定したんじゃないかなと思うんですけども、壁が開かなかったがためにクイーンがこの後結構ねあの壁殴っちゃうんですね。でドラゴンライダーパートに関してはドラゴンライダーストライカーも使ってしっかりロイちゃんをね処理していきながら残った防衛もこんな感じで、はい、これロケットバルうまいですね。こういうとこしっかりタウン対空砲にロケバルピンポイントで当てていって、ドラゴンライダーが焼かれる前に対空砲を壊していくとかねいうところももうすげえうまいんですけど、時間がいかんせんねこのクイーンさんがね壁を殴っちゃってる時間が相当長かったのが今回ちょっと惜しかったですね、前回まではいかずというところにはなりました。ただねやっぱりそのなんていうのかな、キングとクイーンのその相乗効果というか浮かせるねルートをうまいことこう近すぎず離れすぎずやることによって、両方が生きるその使い方、これはスーサイドをする時のユタさんのヒーローの使い方としてかなりよく見られるパターンだと思うんですけども、それが今回見られてめちゃくちゃ綺麗だなと思ったというところと、あとやっぱりですね、ドラゴンライダーにストライカー当ててのこのロイちゃん処理っていうところ、やっぱりこれは今までそのラバルとかを、クイヒーラバルなんかやってこられた方にとってはよくやるパターンだと思うし、それがクイヒーのこのドラゴンライダーにも生きているっていうね。うちの、カンクラのジョーカーさんも今このクイヒードラゴンライダーめちゃハマってるんじゃないかな。すげえ強いって言って使っていて、確かにリプレイとか見せてもらってもクイヒーが多少こうぐだるような感じになったとしてもドラゴンライダーで立て直しが効いちゃうんですよね。めちゃくちゃそのなんていうのかな事故率が低い、ラバルだとの大事故になるようなクイヒーでもドラゴンライダーだとワンチャンいけちゃうみたいなことがあったりするんで、ラバルを今まで使ってた方、まあ、当然ね、ラバルから乗り換えるっていうのは、まあ、こう単純な話でもないと思うんですよね。ラバルはもうラバルで楽しさがあるし、まあ、見ててかっこいいし、それに、ラバルの方が強いっていう場合も多分あると思うんですよ。なんですけども、まあ、ディガホグやってこられた方とか、クイヒーラバルやってこられた方っていうのは、このクイヒードラゴンライダー、ないしはクイヒードラゴンっていうのに、おそらく切り替えがスムーズにできると思うので、一つの選択肢として思っておくと、まあ、これから先の発展がすごく、見込めるし、幅が広がるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はクイヒードラゴン、クイヒードラゴンライダーに関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。私のチャンネルですね、こんな感じで、ランホール12から14のクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。これいいなというふうにもし思ってもらえましたらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。そして、これからもですねこういう役に立つ動画どんどん上げていきますのでご視聴どうぞよろしくお願いします。では、本日はこの辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。